はい、メジャーに行ったのは、はい、今度は何年からですか。メジャーは覚えてます。97年から、はいはい、最初は、アナハイム、アナハイムエンジェルス、エンジェルス行って、はい、その時アナハイム、今カリフォルニアエンジェルス、カリフォルニアあった、はい、あ、今カリフォルニアエンジェルス、違う、なんかね、名前すぐ変わるんですよ。カリフォルニアエンジェルスオブアナハイムとかわけわからない。アナハイムは入れてるわけですね、はいはい、ああ、そうです。で、行ってみて、あの、自分が描いてたメジャーと何か違いはありましたか。うん、まあ、まあもちろん楽しかったですよ。楽しかった。その、まあ、アメリカが大好きなので、ああ、はあ、その遠征先ではもう常に街を歩いたりとか、うん、そういうのは楽しかったんですけれども、うん、やっぱり厳しかったですね。で、自分の位置が最初なかったので、ああ、最初先発で行って、うん、何試合先発したかな、6試合か7試合先発したんですよ、うん、でそれでいけると思ったんですけど、うん、そんな甘くなくて、甘くない、はい、あの、やっぱりね、僕大体5回ぐらいで捕まってたんで、あ、何かが足りなかったんでしょうね、はい、一度僕シゲが向こう行き出して、はい、どっか肘かな、どっか痛めたかなっていう時期に話聞いたことがあるんですよ。肩か、はいはい、でその時に、あの、軽いウェイトで、はい、こうやってこうインナーマッスルをこう鍛えて、そのおかげかどうか知らないけど、はい、スピードが伸び、あの、まあそうですね、ギュッと、はい、速くなったっていうような話を聞いたんですよ。まあ、その痛める前からもうかなり、うん、なんていうんですかね、ウェイトもやったし、やりだして、でもちろんインナーマッスルですね、はいはい、あの、要は上部トレーニングって、はいはい、上部さんのね、そういうのも結構やりましたし、うんうん、まあ、あの、日本でもある程度やってたんですけど もうアメリカは完全に確立されてたので、その当時、あ、もうね、うん、なので何をやったらいいかっていうのを全部教えていただいたので、で、あとね、僕上手だったのは、あの、トレーナーとか、うん、コンディショニングコーチ、いわゆる、はいはい、あの、なんですかね、トレーニングコーチですね、はい、トレーニングコーチと仲良くなれたので、もう常に選手とももちろん行くんですけど、はいはいはい、そういう人たちと、あの、ご飯とか食べに行って、何かあったらひいき目に教えてもらうみたいな。本当、はい、あの、向こうでトレーナーっていうのはね、こっちの、あの、まあ、マッサージを中心にするトレーナーとちょっと、はいはいはい、あの、立場が違うじゃないですか。全然違います。あの、ね、マッサージは今現在、あの、日本人の方も結構いらっしゃって、はいはいはい、3番目のトレーナーとして、マッサージ師として、マッサージ師ということでね、トップの2人はちゃんとこうライセンスもあって、はい、その年金ももらえるんですよ、その2人は。あ、メジャーの年金結構いいんですけど、ね、それももらえるようなステータスがあるので、かなり勉強してきた人なので、そうですね、はい、だから治療というよりは何だったか PT か、なんか、そう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 ですよね、そういうの、はい、PT っていうね、はい、そう、はいはいはい、あの、そういうのを持ってるので、はい、あの、どっちかって言ったら指導的立場、下手するとコーチよりも、あの、怪我に関しては上になるので、うん、だからトレーナーが出しちゃダメだっつったら、はい、コーチが出したいても出せないですよね、はい、そこははっきりしてるんですよね、はっきりしてます、うん、はい、だからその辺はなんで僕私も、うん、あの、一緒にトレーナーとかトレーニングコーチとかと話し合って、どういうふうにして、はい、ビルドアップしていくかっていうのをずっと話し合ってましたね。あ、はい、そういうところでも勉強できたわけですね。かなり勉強できました、はい、それで成績を見たら、うん、やっぱりそれなりの結果残してる。そうですね、うん、あの、まあ、1年目はなんだかんだ先ほども言いましたけど、中津飛ばず先発なのか中継ぎなのか、はい、で僕の中でどうしても先発でやりたいっていう気持ちが強すぎて、はい、まあ、その当時ほら日本でも日米ともにブルペンのステータス悪かったじゃないですか。そうだね、お金も含めて。確かにね、はい、やっぱアメリカもそう。そうです、そうです、あのね、ちょうど僕の入った時ぐらいからブルペンが注目されて、評価されました。クローザーはもちろんいました。クローザーはね、なんだけど先発もまだ、あの、ハーシュワイダーとかあの辺の時代だったので、うん、先発が7回8回いっちゃうので、うん、間があんまりいない。そうか、抑えピッチャーだけ。そうなんですよ。で、なんかあとは負けゲームみたいな感じだったので、 でもその辺からだんだん変わってきたので、うん、2年目、3年目ぐらいからは、あ、この位置でもやれるのかなっていうのを、はい、なるほど、はい、はありました。じゃあもうそれからはどちらかというと、もうリリーフで、そうですね、頑張っていきたいですね。まあ、まあ、はい、もう、まあ、2年目、3年目、少しまだ色気ありましたけど、うん、下手したら夢でも見て、先発してる夢とかよく見ましたけど、でももう、その頃からちょっとゴルフにも目覚め出したので、なんなら、あの、ゴルフ毎日できるやん、で毎日しないですけど、やりたい時にできるやんみたいな逃げを作りながら。そういえば、はい、あの、イチローはあれ何年からメジャー行ったんかな。僕の3年目だから98年とか99年じゃないですか、ね、はい、だその前の年、はい、マリナーズで、あの、はい、まあ、言ったら、あ、まだ入ってないけども、お試し期間で、ね、お試し期間でキャンプ、 あれ僕取材に行ってね。そうですか。そうだよ、それでその時に、はい、長谷川君と、はい、あと星野信と、はい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 、恵比寿と、はい、
4人でゴルフ行った、はい、あ行きましたね、そういえば覚えてくれてる、覚えてました、覚えてました、はい、ほいで恵比寿がさ、はい、ホールインワン、ホールインワンしたんだ、ホールインワンした、ホールインワンしたんだけど、はいはい、逆光でみんな、はい、あの見えてなくて、で、あのホールの手前ばっかりみんなで探してたら、よく覚えてます、それ恵比寿が入ってます、そうそう、いや、タマさん、その当時ほら釣りのイメージしかなかったのでゴルフしてるイメージなかったんで覚えてなかった、そうそう、あの時僕はもうあのよくそらしてね、はい、あの左の方行ってそしたらさ、あの隣のコースから、はい、タオタオっていう外国人がいてね、はいはい、え、なんで俺の名前知ってるのかなと思ったら、ケンモッカだったの。ケンモッカが、あれはアスレティックスか、はいはいはい、アスレティックスのサードコーチャーしてて、ね、コーチしてましたね、うん、それで、はいはい、その夜、モッカともいろいろ話して、ね、だから僕のボールがそれてなかったら、モッカとも会えてなかった、そういう、いやいや、でも僕もメジャー行ってから、日本でプレーしたやつ、うん、あのいきなり、僕の先発最初クリオ・フランコ覚えてますか、フランコ知ってますよ、ロッテの、はい、あいつロッテで4番打ってましたよね、はいはい、彼が8番で9番が、はい、あのダイエーで4番打ってたケビン・ミッチェル、ミッチェルね、はい、あれ9番、あれも4番やったんですよ、あのダイエーでは4番 で実際には9番やったんですよ、メジャーでは9番、はい、で8番9番に2人が並んでたんで、うんうん、なんだこの打線はとか思ったんですけど、実際あの時クリーブランドが優勝したので、はいはいはい、まあ、まあそれぐらいのすごい打線だったんですよ、あ、そういうことか、それは僕は抑えれるわけないです、なるほど、ね、で5回で交代、あ、そういうことね、はい、あ、そうか、そんな あれじゃあイチローがまだお試しの時は、はい、長谷川どれ、僕はエンジェルスで何年ぐらいやってた、僕3年目か4年目、3年目か4年目、ね、2年、そうですね、あの時に、まあ、あのあれ借りてたあの家かな、あの僕お邪魔させて、あ、そうです、借りて、まあ、あのであの奥さんの手料理までいただいてさ、あの加減さんも いらっしゃっていただいたりとか、いい嫁さんやなと思いながら、はい、ねえ、はい、僕にはもったいない、もったいないわ、僕は悪女知ってるだけ、いやいやいや、そんなこと知らんよ俺は、知らないです、はいはい、そうですか、はい、それからまあ9年、はい、あ、よくやれたと思いますけど、どうでした、まあ、でも、うん、あのやっぱりなんていうんですかね、英語を学んだことによって、うん、アメリカ人がやることを、はい、本当に、うん、まあ、いいところ、はい、であるいは日本人のこう勤勉なところとかあるじゃないですか、うん、そういうところもちゃんと、はいはいはい、ミックスできたのが9年もできた、まあ、秘訣、はい、でもあのその英語を学んだっていうけど、はい、どういうふうに学んだんですか、あの、ね、実は、うん、まあ、もちろん日本ではある程度勉強してたんですけど、行くとねやっぱり早すぎて全然聞き取れないので、うん、知識はある程度蓄積していったんですけど、うんうんうん、全然わかんないんで、とりあえず3人とかで行くとね、うん、この2人が喋っちゃうじゃないですか、はい、なんで僕は 2人で行くことをよくして、あ、なるほど、クローザーのやつとか、うん、まあまあ、ほとんどブルペンのやつだったんですけど、ブルペンのやつと一緒に行って、もう対話しないといけないと、ゆっくり喋ってもらう、あ、なるほど、うん、でそうするとだんだん分かってきて、うん、もうそれがずっともう遠征行くたんびに必ず昼ご飯とか一緒に食べに行ったので、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ分かってきて、で最終的に3年ぐらいかな、あれ、うん、なんか喋れるぞみたいな感じになりましたね、わかるな、なんかもうあの一回こう頭でこう砕いて喋るんじゃなくて、もうポンと来たらポンと出てくるっていう、そうそう、いや1年目2年目の時は一生懸命やっぱり、ね、頭の砕かないといけないよね、通訳しよるんですよ、そうね、そうするともう話がついていかないから、わかる、で今だったらこう言われるとそのまま返すので、そうね、だから日本語には訳してないですよね、あ、そういうことか、そうなってくると多分英語で本物ですね、喋る本物ではないですけど、まあ7割8割方分かってたら十分か、うん、奥さんは英語喋れたの、まあ、あの理解はしてますけど、いや、もともとは喋れないですよ、全然、もともとね、全く喋れない、今もなんならあの英語は嫌いや言ってますから、あ、そう、まあ、だけどあの結構そこに入ってはいけるようになりました、人によってはもう奥さんがアメリカがもう気に入っちゃって、あ、だからお父ちゃんは日本に帰るって言っても、はい、もう私は帰らないよっていうような奥さんも中には、あ、うちの奥さんはもう日本大好き、大好きなんだ、女性なので、大阪出身でね、はい、はい、そうです、ああ、そしたら、まあ、っていうか分かりますよ、今回帰ってきて、うん、メッシがむちゃくちゃ美味しいですもん、アメリカはダメ？だ、全然ダメですもう、あ、本当、僕はカッコつけてホットドッグとかハンバーガーでいいやって言ってたけど、うん、だんだんこうメジャーリーガーになってお金も持ってくるじゃないですか、はい、まあまあ日本の時もそうでしたけど、そうなってくるとやっぱり美味しいもの食べたい、ね、何がやっぱり日本でこう食べたいって言ったら何が一番頭に、いや、もう全てです、焼肉もそうだし、向こうにも焼肉、うん、日本人がやってるようなとこあるんですけど、質がもう違うじゃないですか、違う、ね、肉の質、魚、まあ、寿司はね唯一向こうでも流行りだしたので、美味しいとこある？あります、あります、あ、あるんだ、1カ所だけあります、僕がいつも行くところは、え、はい、どこで住んでたの？マニナ、あのシアトル？いや、シアトル、ね、シアトルの時も最後の 2,3 年はもうシアトルに住んじゃったんですけど、はいはいはい、その前はカリフォルニアに
拠点を置いて。カリフォルニアってロサンゼルスにいたの？はい、オレンジカウンティーって翔平君が、大谷翔平君がいるところです。あの辺に住んで、今もそうですけど、そう、今も住んでるので、はい、そこと、うん、で、まあ、シアトルにあのなんて FA で行った時は、はい、シアトルと行ったり来たりしてたんですけど、うんうんうん、まあ、最終的にはカリフォルニアを打ってシアトルに住んで。買うのあれ？いや、もう全部買ってます。 今も買ってますけど。アメリカで僕はもう不動産もう7軒か8軒ぐらい買いました。宿借りみたいなやつですから。かそう、はい、でね、またアメリカの不動産は上がるんですよ結構。はい、まあ、日本もバブル時代、仕事せんでいいじゃないの。いやいやいや、そんなことないです。いや、ほらバブル時代を経験されてる方なんで。バブルね、はい、まあでも僕らはもう短期売買でね、はいはい、上がった分だけ税金でしたよ。あ、まあそうですね、うん、まあ、向こうは税金もちゃんと、なんていうんですかね、うん、自分の持ち家だったら何千万までは税金かからない。あ、そう、だからそうやってなるとね、いいんですけど、日本の場合はそこが厳しかった。そうなんですね。あ、なんで、まあ、こうやって私が普通に生活できているのも、うん、野球のもちろん給料と、うん、その不動産とか、うん、まあ、株もやらせてもらったので、投資とかも。ほんま何でもやるわな。まあ何でも好きですね。いや、まあ、そういう意欲があるっていうのがね、うん、僕はやっぱ長谷川を育ててるんだと思う。ありがとうございます。で本当に、まあ、メジャー行った野球もそうでしたけど、うん、もう研究するのが大好きなので。そうやね、うん、なんかそれが苦にならないんだよね、うん、はったりじゃなしに、はい、勉強して例えば株儲ける、うん、例えば不動産でうまくいく、まあ、はい、儲けなくても勉強するのが好きでしたね、うん、そうだろうね、はい、もうそれはもう横から見てても感じた。この意欲っていうのはすごいなと思って。そうですね、今でもなんか今度はゴルフになったってなっちゃってるじゃないですか。プロゴルファー、頭おかしいですよね、ちょっと、ね、ちょっとそんな話また次回聞かせてください。お願いします、うん、はい、はい、ありがとうございました。